か釣ったのかな。誰も手挙げない。誰も釣った。俺にそう、5匹でしょ。え、5匹の人、4、誰いない、3。えっ、カールしていた、少しカールを伸ばした、カールわかりますか、カールを伸ばす、カールを伸ばす。どうもこんにちは、リバシチャンネルです。今日はですね、石垣先生の天から講習会に来てます。これから始まりますので、今日はこちらの動画を流したいと思います。よろしくお願いします。はい、うん、いらっしゃい。初心者の人が石の上に乗るのは非常に危ないです。それがここに乗ったらこの石が滑ったらすごいダメージです。ですから必ず低いところ、低いところです。例えばここから行くときに渡っていくというと低いところ。狙いどころもいいです。すごくいいです。流し方も非常に。小さな毛針をね。小さな毛針を。さすが先生。プロしますよ、これを。釣り師の方はみんなそうなんじゃないですか。そう、ね、でも皆さんうまくやり通しますよね。うん、まあ、やっぱりね、なんとなく勘で。なんとなく勘で、やっぱり。こんなところかなと思って。はい、これはポンポンとまず近づく前に竿をちょっと煽ってください。で外れる、右の方に煽る、これ左の方に煽る、これでダメだったらもう取りに行きます。魚が動いたの分かりました。魚がスーッと走っていったのね。まあそれはあの魚がいる、どこにもいるので、まあ、その魚が逃げる、今狙ったところには魚がいたんですね。でこれを見切るというのは大事ですね。見切る、もう出ないだろうという判断、それを早くする。今はどう思います？もっと出ると思いますか？出ないと思います。もうそ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 回ってることあります？ゴミが分かりますか？あれはゴミが回るってことは餌も回るってこと。だからその下にいれば魚は上の頭の上でも、ああいうのは大体岩田のポイントです。ああいうふうに巻き込みっていう、巻き込み、あそこちょっとね、巻き込み。こうやって、そう。見にくいですけど、確かに止めちゃうんです。下りをこう、本当に動かしちゃうんですけど、泡の上に置いたり。これ本当に難しい、全然動かないと。こういう風にしてやると本当に、ね、あの先行者がいなくて空気があれば止めてくれます。こういうところ同じで、ね、こうやってます。そうすると あの引っかからないね。はい、はい、左手で持つ、左手で毛針は左手の手のひらの中に入れて、手ひらの中に入れて、そうすると絶対引っかかります。で隙間を作らない、こことここに隙間を作らないように持つ。ちょっとこういう深いところに引っかからない。で移動してくる。ゆっくりでいいですよ。ゆっくりやってくださいね。
してないでいいですよ。少なくとも扱いやすいのに変えてもらいました。ラインをが長すぎたん でラインを短く切ってもらって、先生に作ってバッチリ、まあ、まだまだ教わりたい。また先生呼びたいですよね。そうそう、先生何回か、あ、こちらにも来てもらって忙しいでしょうけど。レベルライン交換、ライン自体を交換です。ライン交換です。ちょっと後ろ取らせてもらってますね。はい、いろいろのあれがあったじゃないですか。あれを外してる。外すは大体ですね、1号で十分です。私はフロロカーボンを使うことを推奨をしています。その理由は、ね、まあ、皆さんおいおい分かると思いますが、まあ、フロの方が扱いがちょっとしやすいんですね。でここに針が12番、この針がついてる、たったこれだけ で、なんでこんな針がいいのかっていうと、魚はですね、水の中を流れてくる虫を取る。もちろん水面を流れてくるのもありますが、多く餌はですね、水中を流れてくるんですよ。それを食ってですね。ですからこの針は当然浮きません。鉄でできてますね。とちょっと沈んでいくんです。で、何回沈むとですね、5センチから、水面から5センチか10センチを沈んで流れます。こういう針なんです。私です。ほら、私がここ。これ私は藤のラインというところで監修したラインです。でどちらのラインもですね、より優れた、いや本当に上手、お世辞抜きで上手です。お世辞抜きで上手、おうまい、非常にコンパクトですね。合わせキャスティングすごくいいです。非常に OK、 この時流してる時は力を抜きますね。この時は力を抜いてる、力を抜いてる、グリップを弱く。勉強になりますやっぱり。いやもう全くの初心者なんで。じゃあ一番いいんじゃないですか。初めに名人に教えてもらう一番いいんじゃないですか。貴重な機会で。左へ、左の木の根っこのところに打つ。木の根っこに落とす。1。そうそうそう。まだ木の根っこに落とす。落とすの木の根っこ。そう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 。そうですそうですそうです。いいよいいよいいよ。あ、ちょっと止める。止める。そうそうそう。というのがこういう輪です。で中にですね、これをチワワと覚える人がいる。覚えやすいですけど、泣かないですね。泣くはずがないのよ。これをですね、こうつけるときにまず脇の下にこう竿を挟んでます。そうすると両手開きますよね。で大事なのはですね、からこれは必ずこう中に入れて、ビビアンだけ外に出す。そしたらバッと合わせるとかかってないのね。それはね、一つ合わせが早い。バシャッと来た時に、あ、バシャッと早合わせといって、これ食ってないんですよ。だからバシャッとやって、多くの魚はバシャンとやって、こう食ってくるんです。
おそらくは豊田さんとかこうなった瞬間にもう針を合わせちゃうから、肝心な時にはもう針がない。だから待ってはいます。バシャッと来てもよいしょ。一呼吸。そうです。風が吹いてます。風が吹いてるんで上流へ移動してますね。アゲンストですね、風。風を利用してフォローにするということですね。アゲンストの風は上流に行ってフォローでフォローの風を利用しているということですね。で、ヤマメは基本緩いところにはいないので、流れの速いところに必ず出てきます。水温が上がれば。野原さん何かありますか？悩みどころ。結局狙うところってここイワナとヤマメの混成区なんで、自分がまず どっちを釣りたいか、ヤマメを釣りたいのかイワナを釣りたいのかでポイント変わってくるの。イワナのつくポイントとヤマメのつくポイントって全然違います。イワナはこういう緩いところにつくの、であとこういう石の下、水に石裏の下で、ヤマメは基本的に流れの速いところを好む魚なんです。で流れの速いところにつくことが多いです。なのでヤマメを釣る場合は基本流れの速いところ、もしくは緩やかなところと流れの速いところ境目です。これを Y パターンと呼ぶんですけど、そういうところを狙うと必ず魚はついてる。なのでまずはどっちを釣りたいか。ただここはヤマメの方が放流量が多いのでヤマメがメインになるのかな。どっちかっつうと大雨が降るとやっぱりこういうのができるんで、イワナが結構取り残されるさっきここで大物が取れたらしいんですけど、リリースなので、取ることできませんでした。いつでもいいですよ。いつでもいいですよ。いつでも。足が釣れそうです。はい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 。この感じで。いいです。どうもありがとうございました。